岐阜県政ホットラインスタート。今回は関市にある関内高校にやってきました。関内高校は2004年に中濃高校と中濃西高校を統合して設立された学校です。普通科と生活福祉科の2学科が設置されており、地域で活躍する人材の育成に向けて地元の教育機関、企業と連携したボランティア活動や実習などといった実践的な学習に取り組んでいます。そんな関内高校には強豪として全国の舞台で活躍するある部活動があります。今こちらの部屋ではその部活動の練習が行われています。一体どんな部活動なんでしょうか。その部活動とはライフル射撃部です。前身の中濃高校の頃から活動が盛んだったライフル射撃部は、全国ライフル射撃競技選手権大会で11年連続入賞という輝かしい実績を持っています。ライフル射撃はどんな競技なんでしょうか。ライフル射撃は10メートル先の的に向かって45分間で60発射撃を行い、合計点の順位を競う競技となっております。私たちが使っている銃は銃弾を使用しないビームライフと呼ばれる光線銃です。ディスプレイの装置に着弾点や点数が表示され、中央に近ければ近いほど点数が高くなります。そうなんですね。この競技のどのようなところに面白さや難しさを感じますか。やはり技術やメンタル面など、練習すればするほど上達するところや、全国大会などの大きな大会では1位を目指せるところが面白いところです。集中力やその日の体調によって結果が大きく左右される競技なので、体調やメンタルを常に整えていくところが難しいところです。日頃はどのようなことに重点を置いて指導していらっしゃいますか。はい、ライフル射撃には体力や筋力が必要ないと思われがちですが、高い集中力、忍耐力をつけるために日々トレーニングをしています。また学校生活や日常生活においてマナーや規律を守ることを大切にし、日々指導しています。そうなんですね。部活動も勉強も集中力を大切に取り組む関内高校ライフル射撃部の活動の様子をご紹介しました。優勝目指して頑張るぞ。来週も見てね。